25番ミッドフィルダー島優也選手です。以上、9選手が進行で、構成なりを紹介しますので、左サイドを駆け上がって攻撃にどんどん絡んでいきたいと思います。去年1年間長い間、リハビリでサッカーできなかったので、今年は思う存分サッカーしてチームの勝利に貢献していきたいと思います。湘南ベルマーレではキーパー以外のポジションを全部やったんですが、今回ディフェンスということで、やったことないわけはないんで、期待に応えれるように頑張りたいと思います。C 級では早く自分の持ち味を出して、チームの勝利に貢献できるように頑張ろうと思うので、僕のストロングポイントは、ドリブルと点を取るところなので、それを最大限生かしてチームに貢献したいと思います。FC 琉球で自分のプレースタイルを最大限に発揮してチームに貢献したいと思います。自分の長所を生かしてチームに貢献して、チームの J2 昇格に貢献したいと思っているので、応援よろしくお願いします。失点を1点でも減らしてチームの勝利に貢献したいと思います。自分の得意なプレーは前に出ていくこと、キックの質が得意だと思います。FC 琉球を J2 に上げることが第一の目標です。地元沖縄ということで、県民の皆様と一緒に頑張っていけたらなと思います。